頂上対決。ゴールドメダリスト修羅の道へ、吉田秀彦。一生柔道着を脱ぐまいと決めた真の柔道家。数々の修羅場を経て、たくましく羽ばたく不死鳥が2004年の初陣を迎える。まあ、強いでしょう。結構やばい試合になりそうな気はしますね。K の刺客、中でも王と呼ばれる男が初めてやってきた。 K-1 ワールドグランプリ王者マーク・ハント。立ち技世界最高峰のリングに彗星のように現れ、いともたやすく頂点に立ったサモアの怪人。まさに戦うために生まれてきた男。かのリングの王と呼ばれる存在がプライドのリングへ。一時期視察の剛腕を携えて、やっぱ殴られたら殴り返せだからまた切れるんじゃないですか世界を制したゴールドメダリストの男気。彼は柔道家の礼節だけではなく、勝負師の勇猛な魂も併せ持つ。やられたらやり返せ。しかし K-1 王者ハントの剛腕はこれまでの腕自慢とはレベルが違う。 Basically just knock them out just 殴られると殴り返してると思っちゃうんですよね。I mean, there'll be anybody's advantage. I think if you hit someone with those gloves, you kill them. You could be dead. Or you, something seriously injuring. You know, someone could get injured seriously with those gloves. まあ結構怖いところありますけどね。まあ当たっていくだけです。2004年のビッグマッチ、柔道 K-1、真の王と王の荒ぶる対決。ゴールドメダリスト、果たして当たって砕ける気か。これがザ・頂上対決。吉田秀彦 VS マーク・ハント。赤コーナーより吉田秀彦選手の入場です。それは選ばれし者の栄光の証。その輝きの魔力に世界中のアスリートが人生を捧げてきました。負けることの許されない柔道の世界で唯一無二の勲章を手に入れた男、バルセロナオリンピック金メダリスト吉田秀彦の入場です。金メダリストの自信と誇りは恐怖心をも凌駕するのか。誰が来ようとその心は決して動じず、誰とでも肌を合わせる意を決し、男は青畳から戦いの炎に包まれた血のにじむマットへ。男が一度決めた道、この先にどんな修羅場が待っていようとも後戻りは許されない。なぜなら自分はゴールドメダリストだから。この柔道着一つで突き進む、痛みと苦しみのその先に待っている新たなる金色の栄光に向かって、純白の柔道着がカクテル光線に浮かび上がり、オーラとなって柔道を包み込んでいます。柔道家としての誇りに身を包み、阿修羅のごとき形相で胸を張る不死鳥柔道王吉田秀彦。世界に一つだけの栄光をつかみ取った男の強さを、柔道の技を、立ち技最強の男に見せつけます。ただいまより本日の第5試合を行います。青コーナー178センチ、
126キロモーグパン。 K-1 王者が禁断のリングをまたぐ、サモアの怪人マーク・ハント。アガゴーラ180センチ、100キロ、吉田秀彦。バルセロナオリンピック金メダリスト吉田秀彦。なおこの試合は両選手の体重差が、この試合は両選手の体重差が26キロあります。しかし体重の軽い吉田秀彦は4点ポジションによる膝蹴り、頭部への蹴りの攻撃を認めています。さあ修羅の巷で初めて交わる柔道王と打撃王、柔道金メダリストと K-1 王者の他流試合、決めるが勝つか殴るが勝つか、究極の異種格闘技戦が始まろうとしています。鍵になるのはファーストコンタクト、ハントの拳か吉田の首突きか、頂上対決のゴングです。決まりました。胸が苦しくなるとか息が、ね、苦しくなるというのはそんな雰囲気ですね。最初どう出るか、ジャブを伸ばします。道着を着込んだ吉田秀彦、柔道家としての誇りがあります。吉田選手ね、攻めが思い切りがいいんでね、まだ口は交錯しません。取りました、取りました。柔らかいんだね。そして上からのパンチ、あ、ジュージですか。抜きましたね、左腕を。小池さん、はい、角度を回転させて抜きましたか。びっくりしましたね。いやでもハント選手が上になった時は不安でしたね、ちょっとでね、初の総合なのにもう膝でね、顔蹴ってますからね。そこですね、このピンチの状態でね、膝を顔に当ててこのピンチをしのごうというマーク・ハント、恐るべし K-1 王者。でも一瞬焦ったでしょうね。焦ったでしょう。私ハント選手のあの試合を生で見たことがないので、今日初めて見るので、そのすごいパンチっていうものをね、今ちょっと上から振りかざしただけでちょっとビクッとしましたけど、しかも今日はこの薄っぺらいオープンフィンガーグローブ、危険が伴います。吉田の顔面への攻撃はあまり見たくない、そんな雰囲気もありますが、さあこれで吉田は何を狙っていくか。モプラット気味ですよね。持っていきますかね。抜けますか。下になっている純白の道着、柔道家吉田秀彦、また足を取った。かかとを固めていくか、ある武器を全て使おうという意識はもうありますよね、はい、ね、自分の持てる技、柔道とそして柔術と技を繰り出していこうという吉田秀彦。吉田選手思い切りいいタックルでしたね。完全にマークハントの武器である腕を一本足で復しています。さらに足を取った、足首を取っている柔道王吉田秀彦。ハントはこれちょっと抜くことは難しいですね、うん、あのね、やっぱ道着着てるんでね、はい、滑りは効かないですね。しっかりと腕を取っています。そしてさらに足首を刈ろうとしている吉田。ハントはしかし足での攻撃、かかとを側頭部に当てようというところ。見てる、深く入ってますよ腕が。右の腕は完全に決められています。ここからさあ体勢を入れ替えた、顔の上に乗るような形。やばい、抜けた後、けた後これも決めているか、肩を決めているか。あ、立たれましたね。立って、おっと担いでいこうというマーカント、フロントチョークが入っています。吉田秀彦フロントチョーク、しかし太い首、太い腕、対応力がありますね、ハント選手。 K-1 王者が最強の男たちのいる場所へ戦いの場を移してきました。離れ際強さだ、もし離れパンチですね、そうですそうです、離れた瞬間のパンチというのが怖い、うん、コーナーに詰められてますからね。一旦ブレイクです。これは離されます。汗を拭う柔道を吉田秀彦、ものすごい緊迫感ですね。これ肩のあたりうっすらと汗がにじんだ K-1 王者マークハント。
さあ一旦立ち技の攻防に変わります。左のそれで見せました。右の膝これは受けた、かわしていきましたが、その前のパンチはやや浅かったが顔面を捉えた下なめずり吉田秀彦。体幹強いんだね、バランス崩れないもんね。そうでしたね、崩れない。ただ一発二発パンチを受けました、はい、K-1 王者のパンチの威力というのもちょっと分かり始めてますか、吉田。ロングロープですからね、相手のパンチを受けて試す余裕はないだろう、そう答えていました。引っ込むか吉田、右ロック、ドラマと出れた、画面一発捉えた、パーカントの右のパンチ、もう一度右、腕を取ろうという体勢にはなっています吉田。しかしこれ三角、ここで三角か、足を伸ばしていった、あとは腕を、足をフックして腕を伸ばすだけ。うまいですね、うまい。じわじわと吉田の足がフックが深くなっていく。右のパンチ、右のパンチ、右のパンチ、上からのパンチ、ここで決まりますわ。さあ完全にフックしたきた、マーカントもこの状態からパンチを払っていく。決められるか、マーク・アントの体勢はどうか、ちょっと浅い、ちょっと浅いかな、後ろに倒れれば倒れれば、テーマの王者が思わずタップ、吉田秀彦腕十字、苦しい中でもさすがに金メダリスト、その輝きを捉えず K-1 王者を見事柔道の技で決めました。高田さん、はい、吉田はちょっと今左腕を痛めたようですが、うん、ちょっと壊したみたいですね、あの肩のあたりを。苦しさの中で勝ち取った勝利だということが言えますね、はい、苦しさの中で勝ち取った勝利。いやでも関東選手のいいとこ見れなかったですかね、今日ね、うん、完封しましたね、打撃は完封しましたか、完封しました。その中でしかし凄まじい順能力を見せました K-1 王者マーク・アント。ハートは強いね、吉田選手ね、強い強いね、はい、小池さん本当にね、アントも心の強い選手ですが、折れませんでしたね。だって K-1 の王者が来てるわけですから、プライドのリングがどれだけレベルが高いかっていうものですよね、はい、この打撃を完封して、そしてこの片足タックルから肩をすごい気にしてますけども、かなり痛そうですね、はい、外れたのかな、長坂さんね、勝っていった、はい、リング下にはもうドクターが全員揃って、うん、吉田の左肩の状況を相当気にしてます。まだ道着を着てるんで、あの吉田自身肩はもう左腕は全然上がらないですね、はい、ですからこれ肩を壊さないとつかめないぐらいの勝利だったという感じなんじゃないですかね。なるほど。さあそのフィニッシュシーン、一度外れかけた腕でしたが完璧です、ね、もう一度体を入れ返しました。左肩を冷やし、痛そうで、しかしようやく笑顔も見られました。いい顔ですね。汗を拭うその下に吉田秀彦、金メダリストの笑顔。